その日、安子と恵美子は海外旅行の準備をしていた。パリに行ったらさ、UFO 食べたくなっちゃうから買っておこうよ。そうだね。しかし、あれは誰？ヤクソバーがいない今、日本中の UFO は俺様のものだ。許せない、許せないわ。 UFO を愛する気持ちが安子をヤクソバニーに変身させるのだ。ヤクソバニー、安子、ミラクルショー、キャベツアリケン。参った。素敵だ。ああ、正しい。ヤクソバニー UFO。